X-22X-22 は、アメリカ軍が試験していた垂直離着陸機。三軍共同計画であり、ダクテッドファン4機を用いた機体である。初飛行は1966年3月17日、2機製造。アメリカ海軍は、ダクテッドファンを用いた垂直離着陸機の検討を行っていた。これは三軍共同計画となり、 1962年11月に機体の開発はベルエアクラフト社に発注した。当時はティルトウィングを用いた X-18 の試験が行われており、それと別系統の技術としてダクテッドファン方式が考慮された。1965年に初号機が納入された。非常に得意な機体であり、胴体全部脇左右に2機、胴体後部主翼端に2機、 計4機のダクテッドファンを備えている。エンジンはターボシャフトエンジン4機であり、胴体後部主翼付け根に左右2機ずつ装備している。大型の淡水直尾翼を胴体末尾に持つ。ダクテッドファンは直径2.13メートルで3羽のブレードを持ち、水平後ろ方向から下方95度まで方向を変えることができる。 初飛行は1966年3月17日に行われ、垂直離陸に成功している。初号機は1966年8月8日に油圧系統の不調により墜落、以降は地上試験に用いられた。二号機を用いて飛行試験が継続され、最終飛行試験は1988年のことであった。発展型の X-22B 及び、 X-22C も構想されたが、実現しなかった。X-22 は V トール機に関する多くの知見をもたらしたものの、ラクテッドファンを用いた V トール機は実用化されていない。なお、2号機はニューヨーク州のナイアガラ航空宇宙博物館に展示されている。ありがとうございます。